はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今回はYouTuber ね、いろんな YouTuber 代表しておじいが言いたいことを言います。楽天社員は YouTuber を集団で潰しているね、こんなことがあっていいものかね。本当に、まあ、全員が全員ではないけども、いろんな SNS で活躍するね、インフルエンサーの人たちね、そしてブロガー、そして YouTuber ね、みんな今まで楽天モバイルの話題をね、いろいろ出して、いろんな問題解決とか、いろんな例とか、いろいろ情報を出して、頑張って楽天を育ててきたわけなんだよ。ね、で、中には、楽天市場とかのアフィリエイトをね、やっぱお仕事でやってる人たちもいるけど、おじいもいっぱい何人かにね、コメントもらったのは、もうどんどんその、紹介料がね、パーセンテージがどんどん少なくなっていって、あとゼロになったものとか、もうこれじゃやってられないよっていうね。本当に、最初のだけ使うだけ使ってペンとかね、まあおじいもその、手のひら返しされたことがあるからね、TG アフィリエイトからね。なんでまあそういうのは、まあ世の中、本当、まあ弱肉強食でもあるし、まあ、本当、使い捨て、ね、そういう時代に突入はしてるんだけどもね、でも、今回の従業員キャンペーンと名乗って期間がなくて、そのいいんだよ、従業員のキャンペーンでやってるのはいいんだけども、我々は楽天社員に対して何も攻撃をしてないじゃん。のに、楽天社員たちは、我々 YouTuber とか、ね、他のブロガーとか、インフルエンサーたちを事実とは異なる内容で悪者扱いするんだね。本当だ、私たちは楽天の社員だからね、紹介ができるけど、それ以外の人は紹介ができないんだと。楽天社員以外このキャンペーン情報は出すなと。だったらじゃあメディアどうするんだよこの野郎、ババア、おい、そうだろ、いろんなメディアがさ、キャンペーンの情報をバン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 活字にしてさ、ねえ、おじいが見てるなんとかウォッチみたいな、ああいうところの記事だってバン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 なってるわけだし、ね、楽天社員じゃないや、連中が。そうやって記事にしてるじゃないか。で、楽天モバイルはここってリンクまで貼りながら、やってるじゃないか。え？メディアは叩かないのか？潰さないのか？お前らやってることがおかしいよ、ほんと。まあ、視聴者さんのね、ご意見もちょっと紹介していくけどさ、あまりにも、馬鹿にした態度に、本当ね、怒りと震えが止まらない、本当。非常にムカつく。YouTuber とかね、ブロガーとかインフルエンサーとか、楽天社員でない人がね、その従業員キャンペーン、三木谷キャンペーンとかを話題にしているね。で、その人たちは楽天の社員ではないんです。だからキャンペーンは無効です。お前がルールを決めるのか。おじいの過去の動画には、その楽天モバイルのね、楽天コミュニケーション上に電話をして、いや、こんなことを言ってるけども、これは正しいのかどうなのか、ちゃんと聞いてるでしょ？そしたらちゃんと丁寧に、いや、楽天社員が、友達にね、例えばこういうパターンとか、こうやって、記事になってるけど、このパターンだよね、って。ね。
で、その楽天社員のブログっていうのもその例を出しながら電話で聞いて、はい、その通りでございます、で、例えばですねって、その電話のやり取りでも、その楽天社員が自分自身でやらなきゃならないものを人を使って自分の紹介でね、あれやってもらうの、これはダメなんですっていうね。お客様のようにね、インフルエンサーが、この従業員の紹介のページでっていうのはね、シェフなわけでしょ。だって、我々は従業員の紹介キャンペーンの URL を持ってないから。だから、三木谷さんはここにいるよっていうのを、その人、従業員としてここにいるよっていうのをティーアップして紹介するだけだから。ね。とんでもないことを言う奴がいるもんだ。そうでしょ？失礼どころの詐欺じゃないよ。そういうのを専門でやってるチャンネルとかもあるじゃん。こういう通信関係専門とかさ、ね、それを仕事にやってる人たちもいるわけだよね。すごいことをするよね、楽天社員って。まあ、おじいは底辺だし、まあ、数字を持ってないからアクセスも少ないしね、本当に影響力は全くないけど、本当アクセスも少ないし、拡散能力もないからね。まあ、おじいが楽天の動画をね、作ろうと作るまいと、どっちにしても影響はないんだけど、それでもさ、ずっと関わってる者の一人として、気分が悪くてしょうがないよ、本当。で、そんなにいっぱいいるわけではないけど、でもたまにね、000ってなっても、たまに話題に出すと、おじいのリンクから入ってくれる人もいるんだよ、ちゃんとね。で、我々は一番大変な時期、まだ何もシステムもね、何もできないバグだらけとか、本当に一番苦労している時期、楽天コミュニケーションズの対応ですらね、もうわけがわからないっていう、そういう状態の時から情報収集し、ね、お客さんをサポートしながら、確認をして、これはこうみたいだけど、でも言ってることが違うよ、どれが本当なんだろうとかね、徹底的にやりながら、実際に興味を持っている人たちの声をキャッチボールをしながらね、ずっと動画を作ってきてるし、ね、記事を書いてる人たちもいるわけだし、そうやってずっとね、楽天モバイルに対して常日頃努力をしてるんだよ。お金をもらってやってるわけではない。そこでリンクを踏んでもらえばね、そこで報酬は発生するけど、社員の人たちってそれが仕事じゃん。で、業務中にやってるものもいっぱいあるわけだし、ね、業務中だよと確認できないでしょ。だって、その人の有効無効とか。でも、その有効無効を判定しますって言ったって、電話をかけて聞いたって、確約できませんっつって、ね。ただ、電話をかけても、ログインが確認できました、できませんでした。その返事しかしないんだから。で、大丈夫でございますって、ね。絶対大丈夫ですかって、いや、もし万が一ね、まあ、決めるのは別の部署なんで、もしもらえなかったらまたご連絡いただければ調査しますって。そんだけだから、楽天社員はちゃんと証拠に残ってるね。問い合わせすれば、キャンペーンがね、適用か非をお答えしますって言ってる。おじいはそんなお答えしてもらったこと一回もないよ。何度も確認してるけど、それを判断するのは専用の担当の部署がね、じゃあ専用のダイヤルに電話をしても、お約束はできません、ね、ただログインがあるかないか、それしか答えられないし、でキャンペーンと紐付けがされてませんとかね、ひどいもんだよ。楽天社員の説明っていうのは嘘もあるし、
重要な部分、都合の悪いことをね、抜けてるし、で、ただ、マニアさんと同じのをコキペでやってるだけだし、今、ずっと他の人たちの応援があって、お前ら社員の給料が出てるっていうことを、全然無視をして、何にも攻撃をしていない、ね、YouTuber やインフルエンサーを、ね、この人たちは無効です。言ってるバカがいる。許せないだろう、本当、ババア。まあ、何言ってるか分かんない人は、楽天モバイルの再生リスト見てもらえれば、昨日の動画も見てもらえば分かるし、それまでにずっとね、楽天社員の内容は作ってるので、昨日の動画には最後のババババンとか、途中の点点点点のところにも埋め込んであるんで、関連動画は。とにかくね、これを見た方、楽天モバイル入ろうかなと思ってる方は、ね、本当に我々 YouTuber とか、ね、ブロガーとかインフルエンサー本当に頑張ってるんです。楽天社員はお金をもらってやってるし、我々よりもはるかに高額な、ね、1人紹介1万ポイントって書かれてるよね。そういう臨時ボーナス、ね、もらえる。年末までに1人30人ノルマ、ね、まあ、それが必死みたいで、ね、本当ね、正しくできないのか。本当に動画の中でね、紹介してる YouTuber がね、いるんだけどとか、本当、おじいが見たブログの人はね、いろいろ買って応援してる方もね、いらっしゃって、ありがとうございます、おかげさまでって、そうやって書いてあって、で、中には無効なリンクの人もいますので気をつけてくださいっていう、そういう書き方をしていたけども、他のやつだって、15じゃないものは全部無効ですから、私から入ってください。私は社員だから安心です。だって、お前顔も出してねえし、名前だ、ね、声だって、なんだっけ、ゆっくりくん使ってるしね。どこの誰かもちゃんと書いてない。だから本当に、楽天社員だって嘘をついて、楽天社員のふりをしてやってる奴だっているし、ね。ひどいもんだよ、本当。おじいもニックネームで作ろうか？元気な楽天社員って。ん？ニックネームで。ほんとね、腹が立つ。あんなにコケにされた動画を見たのは初めてだよ。ほんとね。びっくりしたよ。まあ、全員がね、楽天社員全員が全員ではないけれども、ね。でもみんな右に習いで、田舎の楽天社員のね、顔出しでやってる、なんだっけ、紹介、用意もらってる人だっか、なんか楽天の表彰のあれ、ポンって置いてあったよね、なんかね。紹介4位で表彰された人なのかな、ね、お兄ちゃんが紹介して、おじいも過去に紹介してるけど、ね、まあ、あの人の動画も、でも社員以外はあって、社員以外の紹介っていうのは、個人 の、 初めての方キャンペーンね、個人が紹介すると、6000ポイントと1万3000ポイントかね、あれしか個人は紹介できないわけだから。ね、ここら辺もね一生懸命、ね、でとにかくね従業員キャンペーン三木谷キャンペーンも含めてキャンペーンに対して申し込んだ人が有効なのか無効なのか注文者にね提示をしていないんです。とにかく。普通は、ね、どんなキャンペーンでも、例えば IIGMO で端末をね、安くなるとか、ね、なんか他のとこで、
あの何ヶ月後に、ね、何ポイントくれるとか、何ヶ月割引になるとか、いろんな条件があるわけじゃん。キャリアのキャンペーンだけじゃなくてね、あのなんとか電気みたいな都会なんかに行くとね、そのお店の特典とかあるわけでしょ。全部契約のところに書いて渡すじゃん、書面で。で、どんなキャンペーン、どんな特典に入っていて、ね、何が適用されるのか、それがもう電気通信事業法第26条で決まってるわけなんだよ。契約ってものは。だからこの、あの、自分が契約をしたときに、そのキャンペーンの宣伝につられて、それが目的で、ね、契約をしてるにも、かかわらず、書面なりなんなりで、そのキャンペーンで入りました、適用しましたっていうものが、お客さんに渡されてないどころか、伝えられてもいない、わからないんだよ。何ヶ月後まで契約をし続けて、もらえたら適用だった、もらえなかったら適用されませんでしたね。そんな契約あるかよ。で、キャンペーンに適用してるかどうか、専用ダイヤルがあります。そこで答えます。ちゃんとした答えを言わないし、それ自体がおかしいだろう。それで申し込んだ人で、それを知りたい人だけがそこの、あの、オープンにしたい。私に言ってくれれば教えます。特別な番号がありまして。ね。その情報を拾った人しか、キャンペーン適用かどうか、ね、教えてもらえない。連絡先を知らない。でもちゃんとした答えじゃない。そんなバカなことがあるか。総務省、税金泥棒って言われるのは、そういうとこだ。おじいがちゃんと総務省のあの、法務部の方にね、直接電話してるんだ。ただたまたまバカ女が出ちゃったけど、わけのわからん。いつものキレッキレのおばさんだったら、あの、物分かり早いのに、なんか寝ながら寝ぼけながらやってるような変なアホ女が出ちゃったけど。総務省、税金泥棒、働け、動け。こんな契約が有効なのか、総務省。楽天モバイルの許可取り消せ、免許。何がキャリアだ。自前の通信局全部売っちゃって、それをまた借りてるなんて、そんなキャリアあるか。総務省、アホしちゃうか、ほんと。その楽天社員が、ね、職権乱用で、YouTuber、ブロガー、ね、それ以外の人、社員じゃないから全部無効だ、お気をつけください。そんな嘘拡散しながら、てめえらに課せられたノルマ、ね、達成のために、散々コケにしてるぞ。そんなやり方させていいのか、総務省。キャンペーンで宣伝して釣っといて、ポイントがもらえないっていう被害者がいっぱい出てるんだよ。詐欺じゃないか。大難情、大難行みたいな、ああいう、詐欺のやり口みたいに、先にログインしたものが優先とか、それがエントリーするかどうかも本人がわからない。いろんなもんがメールとかで来る。楽天リンクも含めていろんなものが来る。あの、いろんなキャンペーンで、ただ楽天いくつでもいい、まあ楽天モバイルがとかで来る。なんだろうって、今こんなキャンペーンが、どんなキャンペーン見に行く、ログインする。もうエントリー。それをお客さんは理解していない。で、申し込んだ。あ、これお得ね。あ、おじい、じゃあ入るね。ね。おじい入ったよ。ありがとうね。で、ポイントが入らないよ。え、なんで？また、このキャンペーンよりもこっちが優先されますの。なんか、あー、そういえばなんかメールでそれ見ちゃったかもしんない。ログインしたかもしんない。それだ。先にそっちログインしちゃったからそっちが優先になっちゃってんだ。
っていう、こういう詐欺みたいなことがあるんだよ。総務省。で、三木谷キャンペーンとかね、この従業員キャンペーン以外は、初めての方専用だから。だから他のキャンペーンの、が適用されちゃっても、ね、そのポイントが来るのはいいよ。でも、ほとんど他のものは、一回限りの初めての人、対象なんだ。だからみんな無効になっちゃうんだ。そういうものをがんじがらめにして詐欺みたいなことをする。そのためにキャンペーンの有効無効を契約時に知らせないんだ。キャンペーンのページから申し込んでるのにキャンペーンが適用できないっていうのは詐欺じゃないか。お客さんも自覚していないし、楽天の電話やっても確認できません。いや、そんなことはないです、ここから申し込みましたって、ね、詐欺みたいな対応されて詳しい内容をお答えできません。総務省、いいのかこれで、楽天モバイル、こんなやり方で。数ヶ月後のポイント付与、ポイントが入らずその時に気がつく人が多いの。おじいの視聴者さんの中にはね、従業員キャンペーンだけじゃなくて、あの他のキャンペーンでもいたよ。不安だから楽天モバイルの店舗に行って従業員に確認してもらいながらキャンペーンに申し込みました。で、4ヶ月後の末にね、何月に付与されますよって言われたのに入っていなかった。不安だからわざわざ楽天の店舗まで出向いて契約をしたのに。そういう投稿も来てるよ。で、楽天モバイルの社員からはね、あの9月はお祭りしようって言われて楽しみにして待ってたけども入らない。どうでしょう。で、問い合わせをしてもログインが確認できません。他にご了承くださいなんで。おい、税金泥棒の総務省。お前がその立場だったらどうするんだよ。お前らの天下りが副社長にいるからこういうことになってるんだろう、総務省。おい。総務省の天下りが副社長でやってるからこんなこと許せるんだろう。総務省 OB 公認なんだよ、この詐欺は。国が絡んだ大きな詐欺組織だ。こんな契約があるもんか。キャンペーン情報を見て、三木谷キャンペーンで申し込んだ認識しかないんだ、お客さんは。実際に契約を申請して、そのページからログインして申し込んでるのに、その認識がないんだ。なのにポイントがもらえないってどういうことなんだ、総務省、答えろよ。ログインが確認できません。有効無効、申し込み者の意思と手続きに一致しないんだよ。申し込み者は三木谷キャンペーンで申し込んでんだから、実際店舗で社員と一緒に確認したからやってるんだから、その時の実際の手続きと問い合わせの内容が一致しないんだよ。わかる？総務省、頭悪いのしかいないと思うけど。税金泥棒じゃないんだったら、しっかりと調べろって言ってるんだよ。おじいが電話したらすぐに調べるんだよ。ふざけて。まあ、あの眠たいガキじゃしょうがないけど、あのクソ女じゃ。お客さんの意識のないところで詐欺みたいな、勝手にエントリーして強制ログインして、お客を無視して告知なしでログインの判定の違法性ね、これ総務省に言ってるけども改善しない、ね、申し込み時の手続きとかね、このキャンペーンで入るってこの
申し込み者の意思はどうなるんだ、このキャンペーンが魅力でこのキャンペーンで申し込んだっていう、その実際の手続きと申し込み者のその意思、僕は私は三木谷キャンペーンから入りました、寄付もしてもらいたいし1枚寄付もしてもらいたいし、このページから入りました、その意思、これはどうなるんだ、書務省。完全無視してお客に、ユーザーに不利益を与える行為だぞ。書務省。で、元気なおじいのね、動画の説明欄にあるリンクは、三木谷 X を踏んだページと、おじいが紹介しているリンク。ね。で、これは楽天モバイルのね、部署と同じところの横にあるね、TG アフリエイト。ね。ちょうど公式リンクになります。ね。で、おじいの、楽天モバイルの、要は、おじいの楽天入ってねっていうね、そのダイレクトリンクではなくて、この三木谷ページに飛んでます。で、三木谷さんを紹介してるわけなので、なので、三木谷さんの内容を見て、あ、三木谷さんから入ろうと思った人が、このボタンから入るから、だから、昨日も動画を作ったけども、リンク先が同じ番号なんです。ね。で、ちゃんと、おじいが紹介し始めた8月、ね、リンクから入ってくれたユーザーさんも、ログインが確認できましたよって、ちゃんとね、それまで他のものを見てなかった人は、ちゃんとね、確認できましたって、ちゃんと有効でなってるんですよ、申し込みが。にもかかわらず、そういうちゃんと確認もできているのに、YouTuber やブロガーや、ね、他、従業員じゃないから、そういうところの紹介で見て入った人はダメなんだって。何を見て入ろうが、三木谷キャンペーンの、三木谷さんの紹介で入ったら三木谷の紹介だろう。そう。紹介ログインをするのがルールなんだ。契約っていうのはそういうもんだ。これが何が有効で何が無効なのかっていうのは、その契約はルールに基づいて行われてるんだ。そのルールに基づくのは、三木谷のこのページから紹介ログインをすること。このボタンを押して紹介ログインをすること。そうだろ?それをさせるわけじゃん。その条件はクリアしてるんだよ。元気なおじいをはじめ他の YouTuber とかブロガーとかね、いろんなインフルエンサーも三木谷のここのページを紹介してるわけだよ。そうでしょ?で、見に行った人たちがみんなここの内容を見て、この三木谷紹介のボタン、紹介ログイン、三木谷の紹介ログインをするわけです。だからキャンペーンが有効なんです。それを全部無効だって拡散する一部のババア、おふざけんなよこら、どんだけ舐めてんだ畜生、ね、まあそういうことでね、おじいと三木谷リンクはここの三木谷紹介に行きます。他のノルマを抱えた従業員は、それぞれの個別番号があって、このログインに行きます。ね。まあ、どっちから入っても、もらえるポイントは同じ。こっちから行くと、1枚の寄付をしてくれる。ね、三木谷キャンペーンはね。で、たちが悪いのは、このログインをすると、このページ、従業員キャンペーンのね、その、詳細のページ、お申し込みするページに行くけど、ここのページにジャンプするアフィリエイトリンクでやってる人は、ここの紹介ログインを踏んでいないので、ここから申し込んでも、ログインが確認できないから無効ですよって言ってんの。わかる?税金泥棒の総務省わかる?おじいが言ってることを。この動画を見てる視聴者さんは、ちゃんと理解してるよ。おじいのこの説明で。税金でぬくぬくと、ね、どんなに景気が悪くても、ね、高額なお給料、そして景気が悪くても、ね、どんどん跳ね上がるボーナスをもらってる総務省の人、理解してる?ね。平均賃金どころか、ね、低所得者の方々がいっぱい多いよ、日本国民は。
気なおじいや視聴者さんの、まあ、あのお金持ちもいるよ、楽天の株いっぱい持ってるとかね、一部の富裕層もたまにいるけども、でも 99.99999% はおじいのチャンネル見てる人はみんな低所得者の方が多いんだ。そんな低所得者でも消費税で生きていかなきゃならないから、いろんなものを買うとね、全部消費税払ってるんだ。その財源でお前ら仕事しない、お前らの給料ボーナスになってるんだ、バカ野郎、働け。本当にこのうちの話で理解できなかったらやめしまえよ、総務省。問題なのはね、そのキャンペーンが魅力でわざわざ楽天の店舗に行ったりとかね、紹介のリンクから入ってるにもかかわらず、先々月の1日から契約をするまでの間に変なものを踏んだらそれが優先になるから無効なんだ。こんなバカな話があるか。総務省、耳ならかっぱじって聞きやがれ、畜生、この野郎。総務省、お客さんが契約をしたその時の真実、事実、誠、どういう意思で入ったのか、それが契約だろう、本来の。これ見てる人たちもそうだと思ったら拡散してくれよ、こういう動画を。電気通信事業法第26条、提供条件の説明。おい、総務省、税金泥棒の総務省、これお前たちが作ってるぞ、これ。なあ、電気通信事業役務のものはお客さんに対してこれをやんなきゃならないっていう。ね。無料キャンペーン等の、ね、適用期間等の条件。ね。だいろんなものを何が適用されたのか、それを全部契約者に伝えなきゃならない。これが電気通信事業法第26条になってるじゃないか。この説明がしっかりお客に伝わってないよ。総務省、それを電話、法務部にわざわざ電話してるのに、アホなアンポンタン姉ちゃんが出て、チップ幹部でわけがわからない。ふざけんな。税金返せ。てか、契約内容を伝えていない、エントリー未告知、適用状況も未告知。違法だろ。実際問題、ポイントもらえない人がどれくらいいると思ってるんだ。楽天社員が私たちの社員だから、私たちのリンクから入れば大丈夫だって言っても、その前になんか変なもの踏んだら、ダメだって、しれっと一部サラサラとは言ってるけども、入る人がそんなもの覚えてるかよ、先々月の1日からの行動なんて。ふざけんなよ。結局ポイントが入ってないっていう犠牲者がいっぱいいるんだ。その損失どうするんだよ。総務省はそれを何年後に何か指摘されたってダメだよ、済まそう。これで終わりだろう、楽天ママに対して指導を郵送で送ったって表のとこに発表して終わりだろう。で、あの秘書がね、ああ、三木大会長、これで来てありました。なんか、総務省から来てるよ。ああ、何見えん。ああ、なんか、ポイントはなんか、歴史上だよ。ああ、ああ、してけ。ああ、知れた、知れた。ビーン。終わり、ね。こんなもんだよ。何にもなんない。全く何にもならない。ね。何にも意味がない。で、ポイントが入らない契約者に対しては、ね、戻さないでしょ。そこまでの、要は、お客さんに対しての民事不介入でしょ。ふざけんなよ。ポイントが入らなかったお客さんに対して、全部ね、ポイントを払い戻しすることって、それぐらいの権限を持って言わないと。払うべきものを払わないで、理由も言えません。ね。ログインが確認できません。なんでですか？入ってますよ。ね。でもないんです。どうしてですか？言えません。
ご了承ください。ご了承できるか、バカ野郎、総務省。お前が電話閉めろよ。どう思うんだよ、総務省。でも OB が副社長だから言えないだろう。楽天モバイルの窓口は楽天コミュニケーションズ。楽天モバイルに直接つながる電話番号はない。総務省の法務部の若いバカ女もちゃんと記録に残ってるぞ、おじいのチャンネルのところに。おじいの視聴者はその声も聞いてるぞ、総務省の女の声。はい、今はございませんって認識してるだろう。その楽天モバイルではない子会社が、ね、グループ会社が、ログインは確認できません。キャンペーン対象外です。どうぞご了承ください。詳細はお伝えできません。これで泣き寝入りしかないんだよ。ふざけるなよ、総務省。で、入った時にどこからも入らないわけないだろうって追求する。これ元気なおじいの2回戦目。そしたら、ログインが確認できませんからね。楽天従業員から紹介された方限定で、ね、キャンペーンからログインいただくことが確認できましたに変わった。確認できませんでしたから確認できましたに変わった。しかしながら、ね、紹介者から送られるキャンペーンでお申し込みされた日本キャンペーン対象外となります。あらかじめご了承。あらかじめご了承なんかできるか、総務省。おいおい、あらかじめご了承なんかできねえよ、おめえ金払ってんだから。どうやって何をご了承しろって言うんだよ。ふざけんなよ。ちゃんと最強部、ね、ログインしてる条件クリアしてるのに、誰からの紹介で入るんだよ。教えろしたって教えられないって言うんだよ。誰からの紹介で入ってんだ。そんな覚えはないぞ。そんなもの踏んだ覚えはないぞ。お答えできません。嘘つけ、この野郎。はい、視聴者さんのね、コメントいきます。おじいが紹介されていた問題の楽天社員の以前見かけたことがあります。そうなんだ。確かにおっしゃってる通り悪質ですね。YouTube で見てると出まかせを言ってる某楽天社員もいるので、社員によって信用できる人と信用できない人がいるので、要注意ですね。でも、比較しないとわからないから、注意のしようがないんだよ。こうやって情報を追ってる常連の視聴者様は、そういうのわかるかもしれないけど、一般の人がわかる？こういう情報を追ってない人たち。わかんないでしょ？確かにだからちゃんと正直に言ってるブログの人もいたけど、でも、あのページではそれを説明したけど、他のページでは私たち以外から入んないでくださいって書いてるから、お前ここでこう言ってんのにここでこんなこと言ってんのかってね、指摘する動画も作ったことがあるけど、ね、犯人はババアです、ね、楽天回線に入る人が多いということなんですけど、人としての信頼を感じないので嫌ですね。こういう声もあるんだ。ね。悪質だな。嘘つき。ひどい従業員ブログには見ない方がいい。見るべきはおじいのチャンネル。きちんとした解説してる。ありがとうございます。ね、でもおじいもね、100% 完璧パーフェクトではないし、おじいの説明を聞いて理解してくれてもね、例えばおじいのリンクから入ってくれると言っても、その人の行動の先々月の1日からの行動はわからないんでね、本人にしか。でもそんなの先々月の1日から何を見て何を踏んだかなんて覚えてる人いないんだってね。え、これが現状なんだよ。まあ、とにかく顔はともかく声も隠して動画アップするようなやつは信用できない。私はそもそもほんまに正社員かね。だって楽天社員って書きながら、だって顔出しもしないで声
声がゆっくりの声使ってで打ち込んだ文字を読んでいるっていう、誰でもできるからね、誰でも言ったもん勝ちだ、楽天社員でーすって言いながら、ひどい話でしょ、本当。責任も何もあれしたいね。はい、そういうことでね、楽天社員は YouTuber を集団でね、潰してるんだけどもね、ほんと YouTuber は視聴者の皆さんと寄り添ってる、すでに。楽天社員はね、契約を取るだけのお付き合いなんです。情報拡散して釣るだけ、そこだけのお付き合いなんです。我々 YouTuber はね、入るまで、入るとき、入った後もずーっと逃げもかけるもしないでね、こうしてやってるわけなんだよね。いや、ほんとこの動画を見てる皆さんね、まあ元気なおじをはじめとするYouTuber、 いろんな人が楽天モバイルを紹介していますね。いろんなブログで紹介してる人もいるしね、X とかそういうのでもね、頑張って拡散してる人もいます。だから楽天社員でなくて、こうやってね、楽天社員でない人が三木谷キャンペーンをいっぱい紹介して、三木谷ページを紹介してる人のね、人がほとんどですね。楽天社員以外の人を応援してください、お願いします。本当、この世の YouTuber、ブロガー、インフルエンサーを代表して、これを見た皆さんにお願いします。楽天社員からは入らないでください。楽天社員のリンクを踏んでログインはしないでください。楽天社員の説明を見たり聞いたりするのは自由だけど、ログインはしないでください。ログインするんだったら、元気なおじいの、ね、動画の説明欄にあるおじいの紹介リンクとか、ね、いろんな他の YouTuber さんの、ね、アフィリエイトリンクとか、ブロガーさん、インフルエンサーさんの紹介リンクから入ってあげてください。よろしくお願いします。楽天社員はお金をもらってやってるんです。しかもボーナスも全然大きいんです。一人頭の。我々はそんな保証がないんです。ないけども、常日頃から情報を作って、日々努力して頑張ってるんです。そうやって努力してる人たちを応援してください。でないと、このまま、我々は社員でーすと名乗って顔も出さない声も出さない連中らに潰されていくんです。いざとなった時にお話を聞いてくれたりね、拡散してくれたり、そういうのは我々 YouTuber だよね。どうか皆さん YouTuber を応援してください。ほんとね、YouTuber だけじゃなくてインフルエンサー、ブロガーさんね、もっと楽天社員でない方、頑張ってね、やってる人も多いんだから、応援してください。本当ね。で、そういう人たちは、ね、アフィリエイトが絡んでいたら、ちゃんとアフィリエイトの契約をして、公式にやってるんです。ね、違法性のあるアフィリエイトなんてないから、ね、楽天モバイルの紹介で、ちゃんと正規の紹介なんで、そこのところをちゃんと理解してください。まがいも紹介するわけじゃないので。まして、元気なおじいは TG アフィリエイト、楽天モバイルの、すぐ横の部署にあるんだからね。同じところにあるんだから。ね。ちょっと確認してきますとか。ね。本当同じ会社の中にある正規のところに所属してるんだよね。本当。で、リンクだって短縮にしてごまかしていないでしょ。ちゃんと、フロントが TG のリンクで、後ろに三木谷ページ、のダイレクト、皆さんが行くとそこに出てるリンクをただ後ろにつけてるだけなんで、ね、短縮してわからないようにしてませんね。長ったらしいしね、短縮にしたい気持ちもあるんだけど、それやったらいかがしいだけだから、おじいはそういうのやらないです、ね、本当にね、楽天社員から入るのはやめてください。できる限りよろしくお願いいたします。おじいからのお願いです。はい、税金ドルマの総務省しっかり見たか、ね、見たら動け、免許はめ出しろ、ね、そんだけだ。本当、ポイントをもらえない被害者に対してしっかりと責任を持った対応をするように楽天モバイルに出動するべきだ、ね、おじはそう考えます。
皆さんのご意見もお待ちしております。以上です。じゃあね。バイバイ。